強すぎるんですよね。さあ、朝チューンも行きまして、まさか朝チンピン行きまして。さあ、どうでしょうか、朝次に、ああ、チンピン行きまして、あ、チンポイ。トイメンやばいよ、トイメンのあのチューンがやばいです。明らかに一人放銃しそうな人います。さあ感じまして、ね、ああ、スロポンで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 スロポンがスロポンでスロポンでスロポンでどうだ、さあトイメン、ああ耐えてる耐えてる耐えてるよ耐えてるよ、トイメン耐えてる、トイメンまだ耐えているが、明らかにあのチューンいらない。明らかにあのチューンいらないんですけれども、どうでしょうか。なかなか引けないね。まあトイメンが持ってるんで、あと1枚しかないんですけど、トイメンなかなか打たないね。もうソーズなんか全部切ってるけど。ソーズのサブロッキュー打ってまでチューンを止めてる。トイメンもちょっと、あら、あーあー、そこちょっと2択ね。最後の最後で。最後の最後の2択で、ちょっとあの、しくじってしまいましたね。かなりピンズ多いんでね。ピンズで染めたいところですね。間違いないと、交流の間なんですけど、交流の間がいまいちよくわかってないんですけど、多分あの、役満の交流でしょうね。だからおそらくですよ。まあ、おそらく多分あの、役満を交流させる場だとは思うんですよね。だから、トイメン強いですよね。トイメンもあの、かなり役満ポン、もう少数しね。トイメン少数しセット揃ってるし、さあ、何ポンですよね。で、下茶はね、下茶はね、なんかあの、想像多いですね。これ出てる。このマークが出てる。ちょっと押してみようかな。押したら、画面が変わるかもしれないから、おさんとこ。かなりこれ、役満の交流の輪ができている。あ、でも、P 抜いちゃいましたね。P 抜いたら、あの、少数詞にならないんでね、ちょっと役満放棄にはなっちゃうかなというところでありますけど、さあ、ポンポンポンで、さあ、トイメンいいシャンテンで、まあ、普通に強いですね。まあ、倍満ぐらいはありそうな手なんですけども、さあ、こちらテンパイさん。さあ、こちら、気づいたらテンパイしている。気づいたら、リャンピンパーピンでテンパイしている。さあ、からの、ちなみに、まあ、大車輪にしたいですよね。ここまで来たんやったら大車輪に、まあ、3ピン、チーピン、まあ、引きたいかなーっていうところではあります。まあでもまあまあちょっとまあどうかなーっていうところではありますね。さあどうやら、まあ大車輪になればあーでいいですけれども、で下茶もだいぶ強いですよ。さあ、さあテンパイ。さあテンパイ、さあ感じまして、さあトイメン感じまして、パーソー急走かな、下茶パーソー、あーさあこれ、あーテンパイ。さあさあイスチーピン、あーさあ、あーさあ、あーさあ、スーピン、あーあーあああ、やばい、ちょっとあの、役満のね、役満の交流の間なんでね、やばい、ちょっとスーピンは役満ではないということで見逃した結果、下茶が役満でしたね。はい、玉の間。なんだ、最近なんかよくピーフ系の天候を見るけどね、なんか、こんなに天候の形って綺麗でしたっけ。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけども、さあ、どうでしょうか酸素ですかね。あ、神茶ですかね、さすがに。まあ、酸素はちょっとね、おかしいかなというところですね。まあ、そうですね。ああ、はいはい。まあまあまあ、さすがに。まあ、神茶でしょうね。まあ、下茶ではなさそうですもんね。下茶を、いや、でも、いや、で、いや、どうだ、ちょっとなんか、怪しくなってきましたよ、下茶は。あー、これどっちでしょうね。いやー、どうでしょうか。あー、あー、ちょっとあの、眺めてみようのコーナー、あー、チューレポーター。あー、あの、ターチャの役満を眺めてみようのコーナーでしたね。めちゃめちゃ普通ですね。超普通ですね。なんかそんなに別になんか強くもなく。まあチートイ、リアンシャンテンなんでね。まあチートイ、まあスパスパッといくかなっていうところではありますけれども、さあ、神茶はまあぼちぼちいいですけどね。神茶ぼちぼちいいけど、なんかちょっと打ち方がおかしいで。なんかわからんけど、ウーピン、スーピン、サンピン打ってますね。非常にちょっともったいない。さあ、ポン、まあ、あちらポン、さあ、そのポンで、そのポンで、ああ、ちょっとあんまいらないですね。いや、別になんか全然な感じしますけどね。まあ、今これでまあ、いいシャンテンではありますけど。今はまあ、いいシャンテンですけど、リーチ、ドラ1で、下茶もまあ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 って感じの手ですね。まあまあ、そんな感じみたいな。間違えたか。これ、もしかして配布間違えた、さすがに。さあ、いいピン、いいピンさ、感しまして、さあ、役ない。ああ、役がない定期なんですけど。なんで、役がないんでしょうね。さあ、そして、あれ、通奏切りリーチしてないですね。
あ、スーソー、あー、スーソーギリンチできないのか。さあ、でき、まあ、別にできなくて、で、まあまあ、こっちはいいシャンテン。まあ、あっちはトイトイにしようとしますね。さあ、リーチ、さあ、感謝、あさあ、さあ、噛んで、あさあ、振り回した。いや、でもリーチ、でもリーチ、タンヤオドラヨン。リーチ、タンヤオドラヨンしかやらないから、別に全然ず、あー、俺8位あー、これはね、確実に神ちゃんの責任払いですね。はい、銀の間というわけで、もうすれ始まる、あー、じゃない。どうだいやいや、あの、強い。普通に強い。あ、チーホーなんやけど、まず、メイン本なんよ。はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけれども、さあ、ペヌギ大丈夫でしたね。あ、まあ、まずね、ちょっと警戒、ああ、もうだいぶ警戒、よう警戒よ。よ、危ない、危ない、危ない、ああ、大丈夫。あ、リャンピンとスーソーはね、やっぱりもう、そろそろ警戒しとかないとあかんかなっていうところですよね。いや、もうそろそろね、やばいじゃね、ああみんな怖い。あー、筋引っ掛けでしたね。あー、まさかのあの、言いそう待ちっていうね、難しいですね。染めか、どうしようかなーって感じですね。まあ、ペイ抜いて、あ、まあ、染めですね。あー、まあ、いい感じに染めれそうではありますね。うん。まあ、それで、まあ、ズバズバ引いていただいたらいいかなーというところなんですけど、神茶がね、結構ピンズ持ってるんですよね。うんで、その、下茶が、想像のチーズ。下茶が、想像チーズで、ピンズを持ち合ってるので、あんまりピンズのチーズにはなりにくいんじゃないかなと思うけどね。まあ、さすがにそんな無理もしないと思いますしね。金の間なんで。うん。あー、さあ、ポンしまして、どうするんでしょうね。トイトイにするのか、ピンズで染めるのか、どっちかなって感じですけど、あー、でもこっちは染めじゃなくなりましたね。こっちはもう染まらないので、まあ普通に手なりでもうリーチするしかないかなというところではありますね。まあ、ペー抜いて、まあこっちは染まらないですよね。神茶は染まるにしても、神茶と下茶は染めるにしても、ちょっとこっちは染まりにくいかなというところですけど、ここからね、こっから役満になるのって難しくないですか？ああ、チーピンパーピンですね。チーピンパーピン待ち。だってこれローピンカンできないからね。これ、ローピンか、その、街が変わっちゃうから、これ、カンできなくて。ってなると、まあ、ターチャがいっぱいね、カンしてくれないといけないんですけど、スーピンもカンできないし、ソーズ、スーソーカンできるのか？スーソーは、スーソーもカンできない。いや、きつそうですけどね、かなりね。相当頑張らないと。ペイ抜いて、ペイ抜いて、リンシャンでなんか裏めっちゃ乗るとかじゃないとね。厳しそうではあるんですけれども、ちょっとね、うん、おやおやおやと。あれ、あれ、あれ、あれれれれ、あれ、川がおかしい。あれ、こいつ、無意識で流し漫画してる。ああ、なんも、なんも狙ってないのに、無意識で流し漫画。いや、それはうますぎでしょ。